今回その北朝鮮っていうのがかなり際どい状態なんですよね。もともとそのコロナ騒ぎとかがあって、その食べ物とかっていうのを、じゃあその中国から輸入してくるとか、じゃあその石油とかも中国から輸入してくるとかっていうのがあったんですけど、そこら辺のその流通が止まっちゃったらしいんですよね。そのコロナであんまり人との接触できないよねとか、輸出入できないよねっていうので。で、そのキム・ジョンウンさん実は亡くなってるんじゃないか説みたいなのも一応あるんですけど、その今食料足りません、燃料足りませんっていう状態で、一発逆転するにはソウル取っちゃうっていうのはやっぱり北朝鮮のカードとしてあるんですよ。で、さすがにそれやれねえだろっていうのが多分その先進国の平和な人たちの考え方なんですけど、その毎日のようにバタバタ死んでますとか、その自分たちその北朝鮮って要は大衆の上に少数の豊かな人たちがいて、大衆が本気で怒り出して革命とか起こされると少数の上の人たちは死んじゃうわけですよ。でも戦争を起こした場合って死ぬのって大衆じゃないですか。なので韓国と北朝鮮が仮に戦争になったとしても死ぬのは兵隊なんですよ。で、上の偉い人たちっていうのは別に戦争の前線に行くわけではないので死なないと。なので戦争の状態にして、じゃあソウル取っちゃいますとかってなると、大衆の人たちはさすが北朝鮮みたいなので攻撃が自分たちの政府に向かないんですよね。なのでその目をそらすという意味では戦争っていうのはすごく大きなカードなんですよ。なのでブッシュ大統領っていうアメリカの大統領がいたんですけど、人もやっぱりその戦争を続けることで支持率を維持したっていうのもあるんですよね。その支持率が下がり始めた政府政治家って割と戦争したがるんですよね。で、北朝鮮がなんでじゃあ今まで韓国に攻撃してこなかったっていうと、そのバックにアメリカがいたからなんですけど、そのアメリカも割と今そんなに余裕がない状態で、で、その在韓米軍、韓国にいるアメリカ軍で、それの滞在費をなんか値上げしましたと。で、それ払いたくねえよって韓国は言ってるとっていう状態なんですけど、アメリカいなくなっちゃうとまずいので、後ろ盾がいてもらうためにはやっぱりじゃあお金払わなきゃいけないよねってなって、じゃあアメリカに大金払いますってなると、今度はその韓国国内の中で、その韓国国内今ひどい状態なのにアメリカにそんな大金払うのっていかがなものなのみたいなので、今度は韓国政府がその韓国の国民から責められるっていう状態になってしまう可能性があるとっていうところで、割とその韓国としては相変わらず選択肢が少なくて大変だなっていう状態ですね。はい。